それまで私4年間コンサルティング会社にいたんですけど、その中で4つプロジェクトをやったので4回完全に環境が変わって4回まあ完全など素人のスタート地点に戻されて、で必ずいいところまで行ってアウトプットを出してでっていうのを4回繰り返したわけですね。でそれなりにあの優秀だって言われているコンサルタントっていうのはそれをずっと繰り返すわけですよ。そのうちどの業界行ってもいけんじゃないのという、まあ、自信が大体若手で割とトップのスピードで昇進している人間というのは4年3年4年5年すると俺どこ行っても通用するんじゃないのという思いは一つ出てくるんですね。これはもう若手グッドコンサルタントのみんなもうみんなそこの罠に陥るんですね。でそのうちそれでさっきも言ったようないくつも分野を変えてそれを何度も何度もやってどの分野でもいけんじゃないかと思ったら今度は俺にフルコミットで5年やらせろよと1年じゃなくて自分が死を抹殺も分かった上で木のその本当の本質を変える人間になれる、要は自分がその 100% のパーフェクトなソリューションを自分で作ることができるじゃんと。で僕らはそういうイメージでじゃあ5年フルコミットでやらせろよと思った時にどの業界なんだろうって考えた時に、まあ、外資系のコンサルティングファームもそれなりにやっぱり給料も悪くない中 で自分もトップを走っていると1年飛びとかっていう飛び級とかもできるんでにもかかわらずこうその当時25年ぐらい前にまあバーッと他のインダストリーを見渡すと自分たちより明らかに給料を全然もらってるやつらが1業種だけいると、誰だと、外資系の金融機関だと、じゃあそこやっつけに行こうよ、そういう動機で転職をしたの で金融に興味があったのかいと、トレーディングビジネスに何か僕らが今専門的にやってる何かにあったのかと、金融工学好きだったのと、興味あったのと言われると全くないんですよ。キャッツっていう会社は実は今のシンプレックスがやってることとほとんど同じことを世界で始めた会社 でそこのニューヨーク支社長に私がアクセンチャーで1年だけ本社のシカゴで働いたことがあって、その時のボスがニューヨーク支社長になったんで、そのボスから電話かかってきて、お前何やってんだと、でいやこういうコンサルティングのビジネスやるの、お客さんにこんなコンサルしてるよみたいな話をしたら、なんで自分でやんないんだよと、最後も自分でやるだろうと、でそれがベンチャーだとっていうことで彼はそのキャッツっていうベンチャーで、まあ、その当時はまだできるです3年目4年目でも、もう来年再来年には上場もさせるから、お前に東京オフィスを開けとっていうことで東京支社を作るっていうことで辞めたんですね。そこで初めてその金融だとかトレーディングだとかデリバティブだとか金融工学だとかっていうものに、まあ、出会って、でやってみたらその金融だとか金融工学だとかデリバティブだとかっていうのが面白いなって思って、でじゃあその当時そういうプレイヤーとして自分が一生懸命売ってるお客様の金融機関の競争相手ですね、グローバル見て世界で一番強いのはどこなんだって見たらソロモンブラザーズって上がってきて、じゃあそこに行こうっていうことだったんですね。もともとそういうものに興味を持ってソロモンブラザーズに転職したんですけど、最初の3年ぐらいは自分が望む部門にたまたま行けなくて、で後半の4年5年が自分の望むものに移ったんですけども、最初望まない部門、純粋にシステムを作る部門ですね、僕はそのトレーディングっていうその一番花形のビジネスの中に入っていきたかったんですけども、純粋なシステムで、どちらかといえばお金を生むシステムではなくて、そういう仕事をビジネスをした後の後処理をする、まあ、会計をするだとか、まあ、そういう決済をするだとか、そういうそっち側だけのところをやるシステム部に配属になったので、まあ、とにかくそのフロントのお金を儲けるその金融工学とかが入った一番こう難しいところだけをやるシステム部とは全然別な特殊部隊みたいなのがあったんですね。でそこに行きたくて、で最初の3年はそこに引っ張ってもらえるために、まあ、とにかく何でもやりましたね。3年で絶対移ろうと思ったんで、で逆にそこに移ってからは、まあ、本当に特殊部隊みたいな感じで、最高のチームだったんで、僕はその時のチームメンバーが今でも金融 ×IT っていう領域で世界で最高のチームだったと思いますね。外人たちも含めて、なんでこいつらこんだけテクノロジーも金融も金融工学もトレーディングビジネスも全部できるんだろうと。で一人一人がめちゃくちゃ頭良くて、
こんなやつに追いつけるんだろうかっていうようなところからその後半の4年間は始まって 4,5 年は始まったんで、とにかくそいつらに負けたくなくて追いつかなきゃいけないと。でも本当に必死で働いて、でやっと同じペースで同じクオリティの仕事ができるようになったかなって思った時に、ちょうど外人部隊がわっとこう他の会社に引き抜きにあったりしたんで、まあそこで私がヘッドアップをして、で今度新しいメンバーを集めようっつって、今たまたまうちの経営陣になってくれてるやつらを他の外資系のところから引っ張ってきてチームを作ったんですね。だからやっぱりソロモンの7年間ってめちゃくちゃ濃かったと思いますし、人生の中で最も働いた期間のうちの一つでもありますね。